無理なく無駄なくあなたを宅建合格に導くレトスの小野です。今回も動画をご覧いただきまして本当にありがとうございます。今日は3回目の動画、最後の動画をお送りさせていただきます。1回目の動画では合格できる勉強の仕方と合格できない勉強の仕方についてお伝えをしました。合格できる勉強の仕方は理解学習ですね。合格できない勉強の仕方は丸暗記学習です。まずはこれを理解していただきました。丸暗記学習をどれだけ続けたとしてもいつまで経っても合格できません。時間がもったいないです。またお金も無駄になってきます。だから丸暗記学習はやめましょうっていうお話をさせていただきました。そして2回目は合格できる勉強法である理解学習について具体例を出して解説いたしました。理解学習の中でも重要な問題文の理解と質問内容の理解、初めて勉強される方にとっては難しく思えたかもしれないんですけれども、これからあなたが勉強を進めていく上で必ずぶち当たる壁です。なのでこの問題文の理解と質問内容の理解、これを意識しながら日々勉強を進めていきましょう。ポイントが頭に入っていても答えを導けない、この原因は問題文が理解できていない、質問内容が理解できていない、この可能性が非常に高いです。なので2回目の動画で具体例を入れながら解説させていただきました。そして今回最後の動画ではこの合格できる勉強法である理解学習を実践して、さらには継続させるノウハウについてお伝えをしていきます。勉強の仕方が分かっていても実践しなかったら意味がありません。続けなかったら意味がありません。実力は上がりません。宅建試験っていうのは6ヶ月、長い方だったら1年勉強し続けなければなりません。その中でモチベーションが下がることもあるでしょう。モチベーションが下がったからといって勉強をやめてしまっては意味がありません。忙しいことを理由に勉強できなかった、それでは合格できないんですね。なので今回の動画では具体的に時間の使い方、勉強の習慣づけのやり方、この点に絞って解説させていただきます。まず時間の使い方について解説します。もしあなたが忙しくて勉強する時間ないんだよな、そう思っているのであれば、まずこの考え方を変えましょう。なぜこの考え方を変えなければいけないかっていうと、忙しくて勉強できないって思っている限り勉強時間を作ろうとはやっぱ思えないんですよね。この忙しくて勉強できないということを正当化してしまっているので、忙しいから勉強できないというものが当然になっちゃってるんですよ。この考え方だと勉強時間を作ろうとやっぱ思えないんですね。でも実際のところ忙しくても合格している方は非常にたくさんいます。弊社の個別指導の受講さん、ほとんどの方が忙しいです。仕事をしてたり育児や家事をしてたり、そういった中でも合格していく方、勉強時間は作っているんですね。つまり忙しくても勉強時間は作れるんだっていうふうに考え方を変えなければいけないんです。考え方が変われば行動が変わる、行動が変われば習慣が変わる、習慣が変われば人生が変わる。だから一番最初にやるべきことは考え方を変えることです。忙しくて勉強できないじゃなくて、忙しくても勉強時間は作れるんだ、このようにまず考え方を改めましょう。忙しくても5分や10分、この時間は多分作れると思うんですね。今この動画を見ている時間、もしこの動画を見ていなかったら勉強していたでしょうか。来年の試験に向けて勉強できていたわけですよね。こういった短い時間を積み重ねていくというのが重要なんです。もう少し踏み込んで具体的にどうやってやっていくのか、それは先に勉強する時間と勉強する場所を決めておくということです。単に勉強しようと思ったとしても勉強せずに大体が終わってしまいます。なぜかというと、いつどこで勉強するかを決めていないからなんですね。もしあなたが営業の仕事をしていたとします。11時から A 社で打ち合わせがあったと仮定します。この場合おそらくスマホのスケジュールアプリだったり手帳とかに11時から A 社で打ち合わせみたいな感じで書いておくと思うんですね。そうすると11時から A 社で打ち合わせがあるから、あ、9時半ぐらいには出ないといけないな、このように考えられるわけですよね。でもしこの計画がなかったらおそらく営業行かないんですよ。事前に決めてあるから営業に行けるんですよね。勉強も一緒です。事前に時間と場所を決めておく、もっと言うとどの部分を勉強するかまで決めておく、ここまでやっておけば完璧です。まあとりあえずは勉強する時間と勉強場所を決めるだけでも大丈夫です。実際私はどうやって決めていたかというと、私は仕事が終わった後マクドナルドで勉強するって決めていたんですね。
当時私仕事が終わるのが11時から12時ぐらいだったんですね。ちょっと遅かったんです。でその当時は遅くてもマクドナルドやってたんですよ。24時間営業のマクドナルドっていうのがあったんですね。なので仕事が終わったら家に帰らずそのままマクドナルドに行って勉強した後じゃないと家に帰らない、そのようなルールにしていたんですね。家に帰っちゃうともう結局やっぱり勉強しないんですよ。それが分かっているので仕事が終わった後マクドナルドで勉強するって決めてました。その他にも休日はデニーズだったりサイゼリア、そういったところで勉強することもありました。これも時間は決めてました。比較的空いている時間、休日の昼間っていうのはやはりデニーズサイゼリア混んでますので、例えば4時とかそういった時間に行くようにしてたんですね。そうすると4時からまあ6時ぐらいまでですかね。今だったら3時ぐらいからの方がいいかもしれないです。3時から5時とかそのぐらい、2時間ぐらいであればそんなに混んでいませんので勉強も可能です。いくつか勉強できそうな場所を回って実際にやってみて勉強してみて集中できそうだなって思ったらそこを勉強場所として取り入れてそこで勉強する習慣をつけていました。実際教材を持っていたらどこでも勉強できます。例えば車の中でもいいし、自宅であればリビングだけじゃなくて例えばダイニングでもいいし、自分のお部屋でもいいし、お手洗いでもいいし、キッチンでもいいし、お風呂場でもいいです。どこでも教材を持っていたら勉強場所になり得るんですね。私はお風呂でも勉強していました。もちろん長い時間勉強はできません。また教材持っていったら濡れてしまうので、まあ1ページか2ページぐらいコピーする感じですね。問題集1ページ2ページコピーして、この1ページ2ページだけ勉強しようと思ってお風呂場で勉強するんです。これも習慣化していました。本当に細切れ時間ですよね。まあ5分ぐらいですかね、その勉強している時間っていうのは。それでも塵も積もれば山となります。1ヶ月半年続ければその5分っていうのがすごく大きな時間になってくるんですね。細切れ時間でも大丈夫です。そして勉強する場所と勉強する時間というものを事前にスケジュールアプリとか手帳に書いたのであれば、次はアラーム設定をしておくっていうことです。その勉強を始めるまあ、30分前とか15分前とか10分前とか、まあ、いつでもいいんですけども、事前にアラームが鳴るように設定しておけば、アラームが鳴ったらあ、もうすぐ勉強しなきゃいけないなって気持ちの切り替えができますよね。また勉強をやり過ごすこともなくなります。なのでアラーム設定ぜひ行ってみてください。で続いて勉強の習慣づけに入っていきます。勉強し始めた時っていうのは勉強できるんですよ。勉強を始めて1ヶ月間ぐらいは意外と毎日勉強できます。でもやっぱり3ヶ月ぐらい過ぎてくるとちょっと中だるみみたいな感じでモチベーションが下がってきて勉強をやめてしまうってこともやっぱあるんですね。でそうなってくるとこれまで勉強した時間が本当やっぱもったいないんですよ。やっぱ勉強って続けることで実力になってくるので、こう時間がこう空いてしまうと、まあ振り出しに戻るまではいかないんですけども、やはりだいぶ後退しちゃうんですよね。なので、まあ、できるだけ勉強は続けていただきたいんです。そのためにどうすればいいのか、2つの方法をご紹介いたします。1つ目がメリットデメリット法、2つ目が短時間行動法。まず1つ目のメリットデメリット法です。メリットデメリット法って2つあるんですけども、メリット法、こっちを先に解説します。例えばあなたが旅行が好きだったと仮定します。あ、ハワイ旅行行きたいな、イタリアに旅行行きたいな、でもそこに行くには20万円かかっちゃうとか25万円かかっちゃう、このお金を作んないといけないわけじゃないですか。でもお金がないから行けないな、でも行きたいな、でここで宅建試験に合格したら資格手当が出る、例えば毎月2万円の資格手当が出る、まあ、意外と2万円の資格手当っていうのは普通です。よくある話です。でそうすると1年間で2万円かける12ヶ月分24万円ここで作られるわけなんですよね。これまでの仕事と大して変わらない、仕事量は大して変わらないにもかかわらず、宅建の資格を持っているだけで24万円給料が上乗せされるんですよ。そうするとこれを一つのモチベーションにして勉強を続けるっていうことも可能なんですよね。もしモチベーションが下がってきたと思ったら、来年こそ絶対イタリア旅行行きたいな、来年こそハワイ旅行行きたいな、そのために今年絶対頑張ろうみたいな感じで自分自身のモチベーションを上げて、そして勉強につなげていく、こういった方法があります。まあ、転職とかもそうですね。就職とかもそうです。今よりも給料を上げたい。不動産会社って比較的給料水準高いんですね。なので、宅建合格したら給料が上がる。これを一つの目標にする。
このことを思い浮かべて給料アップさせるためによし頑張ろうみたいな感じでモチベーションを維持していく、これも一つです。でもう一つがデメリット法。実際私はデメリット法を使っていました。私が宅建の勉強を始めた当時、周りの人ってもう年配の方が多かったんですね。もう60代の方がほとんどだったんです。で60代の方っていうのはその当時の宅建試験しか知らないんですよ。で昔、昭和時代ですね、宅建試験ってすごく簡単だったんです。誰でも合格できるぐらい簡単だったんですよ。でそのことを覚えているので宅建試験に受からないやつはもうバカだみたいな感じで思われちゃうんですね。もうそれが嫌だったんですよ。なのでモチベーションが下がった時はその人たちの周りのこの年配者のことを思い浮かべて、そういったバカにされることを思い浮かべて、いやこれ絶対そうなりたくない、だから勉強しようみたいな感じで勉強してました。あと弊社の個別指導の受講様の中には、事務職をやっている方がいらっしゃったんですね。で事務職で周りはもう女性ばっかで、その中にはおつぼねがいる、でそのおつぼねからいじめられる、パワハラを受ける、転職したいとは思っているけどもなかなか転職できない、なので万一落ちてしまったらずっとその方のパワハラを受け続けなければいけない、それは絶対嫌だから勉強が止まった時ももうそのパワハラから逃れるために勉強しようと思って勉強し続けていただけたんですね。なのでその方から相談があった時に、そのおつぼねの方から逃れたいですよね、パワハラから逃れたいですよね、だからもう少しの我慢です、頑張りましょうみたいな感じで励ましのメールを送って勉強を続けていただきました。結果的にその年に合格していただいて無事転職できたんですね。こういったデメリットを考えて勉強を続けるっていう方法もあります。どちらでもいいと思います。でもう一つが短時間行動法。この短時間行動法っていうのはいきなり長時間勉強するのって難しいじゃないですか。でも3分だけ勉強しようとか5分だけ勉強しよう、これぐらいならできると思うんですよね。こういった短時間勉強することを継続させていって徐々にその時間を伸ばしていく、そういった勉強法です。本当に初めは3分とかでもいいし、本当にそれもできないっていうのであればまず教材を開けるっていうところからでもいいです。教材を開ける、それだけやれば今日は OK、 じゃあ明日は教材を広げて2行読む、でそれができればその次の日は教材を広げて1ページだけ読むみたいな感じですね。でそうするとその人が集中できる時間とか集中できる量っていうのが分かってくると思います。徐々に伸ばしていくんで分かってくるんですね。例えば30分ぐらい、これぐらいなら集中できるというのであれば今後計画する上で30分勉強する計画を立てればいいですよね。もちろん宅建合格するためには1日1時間から2時間ぐらいは勉強していただきたいです。勉強を始める時期にもよるんですけども、例えば1時間勉強しなければならないって分かったのであれば朝30分、夜30分、こういった感じでも全然いいですし、自分自身は15分しか集中できないっていうのであれば朝起きた直後に15分、会社に行く通勤時間、電車使うからその駅のホームで15分、帰りも仕事終わって駅のホームで15分勉強して帰ってきてお風呂を出た後すぐに15分、これで15分 ×4 セットで1時間ですよね。こういった感じで勉強時間を確保していただいてもいいと思います。とりあえず初めは短い時間で構いませんので習慣化しましょう。毎日その時間、決まった時間にやるということです。1週間ぐらい続ければ習慣化すると思います。テキストを開くっていうだけでも初めにいいって言いましたよね。テキストを開くことを1週間やればだいたいその時間にテキストを開くことができるようになります。でさらに次の1週間で2行読む、次の1週間で1ページ読むみたいな感じで徐々に増やしていきましょう。でこの時も先ほどお伝えをしたアラームを設定するっていうのはすごくいい方法です。習慣化するためにも非常にいい方法なんで、勉強する10分前とか5分前でもいいんでアラーム設定をしておきましょう。そして勉強する前によし勉強しようって小さな声でもいいんで自分自身に声をかけてあげる、そうすると気持ちの切り替えができるんですね。これもぜひ試してみてください。で今回3回の動画でお送りした内容全て重要です。予備校生であっても通信講座受講されている方であっても独学の方であっても自分自身でやっていかないと点数って上がらないんですよね。実力って上がらないんです。先生が隣について教えてくれるわけではありません。でも今言った内容実際に行うとなると非常に難しいです。人は怠ける動物です。人が見ていないと、今日ぐらいいいかみたいな感じでやっぱりやらなくなっちゃうんですよね。今日だけ休んでもいいか、翌日も、今日もまだ大丈夫だろう、
1週間後もまだ試験日まで時間があるから大丈夫だろう。そうやって勉強しない時間がずっと続きます。そして試験3ヶ月前になって、あ、気づいたらもう間に合わない、そうなっちゃう方が非常に多いんですね。もしあなたが卓研の勉強したことがあるのであれば振り返ってみてください。本格的な勉強は試験3ヶ月前からで、それ以前は勉強やったりやらなかったりが続いていたな、そうなっていなかったでしょうか。これだと次の試験も合格できません。でもご安心ください。そんなあなたにご提案があります。合格したい、合格して給料上げたい、合格して転職したい、そう思っているあなたにご提案です。4年連続で7割超えの合格率を叩き出した個別指導。この個別指導では理解学習のための合格テキストと過去問集を使って勉強していただきます。市販のものだったり予備校で支給される教材には理解すべきところまで載っているものはほとんどありません。それを使って理解学習をすることは非常に難しいです。結果的に自分自身で調べなきゃいけないです。自分自身で調べるとしても、どこを理解したらいいかわからない、どこまで理解したらいいかわからない、何で調べていいかわからない、で結果的に丸暗記学習になっちゃってまた落ちてしまうんですね。そうならないために弊社の合格テキストと過去問集ではこれを使っていただくだけで理解学習ができるようにしております。理解すべきところまで記載しております。そして小テストと総合テストで勉強してきた内容を確認して復習して、さらには問題数を増やしていただくことが可能です。もちろん小テストや総合テストの解説も理解すべき内容が記載されておりますので理解学習が可能です。またその中では分からない部分も出てくると思います。そんな時は24時間365日質問し放題のサービスがあります。なのでご安心ください。分からない部分が出てきたらお気軽にメールでご相談いただければと思います。24時間以内には回答させていただきます。多くの予備校だったり通信講座では3日後だったりとか、遅いところだと1週間後に回答が来るっていうところもあるらしいんですね。でもそれでは質問した内容も忘れちゃうじゃないですか。非効率ですよね。その点私たちレトスはそういったことがないように24時間以内に回答させていただくようにしております。まあ、通常はだいたい6時間以内には回答しています。なのでこの点もご安心ください。そして計画内容の作成と修正、さらには進捗管理も行っております。私があなた専用に計画を立てさせていただきます。そして勉強が進んでいないっていうのであれば計画表を修正させていただきます。だいたい弊社の受講者様の中でも半分ぐらいの方が計画通り進んで、半分ぐらいの方が計画から遅れてしまうんですね。そういった時も言っていただければ計画表は修正させていただきますのでご安心ください。遅れても勉強を続けることができれば合格はできます。なので勉強が止まってしまった時はお早めにメールいただければと思います。でこの点については1週間に1回勉強できていますかっていうメールをお送りさせていただきます。これが進捗管理のサービスなんですけども、勉強できていいかの確認させていただきますので、その時に言っていただければ修正したりとか、忙しくて勉強時間作れていないというのであれば、じゃあこういうふうに勉強時間作ったらどうですかみたいなアドバイスもさせていただいております。さらには過去問15年分の詳細解説もございます。郵送するテキストベースの過去問集では40点以上取るっていうのはなかなか難しいんですね。まあ、合格点ギリギリまでのレベルまでしかやっぱいけないんですよ。なので時間がある方については15年分の詳細解説、こちらの過去問をやっていただいております。でこれはスマホとかタブレットとかパソコンとかオンラインで勉強できるようになってますんで、通勤時間とかちょっと空いた時間があったりとか、まあ、そういった時にご利用いただければと思います。そして個別指導の無料特典についてお伝えします。やっぱり勉強する中で全てが全て理解しなきゃいけないっていうわけじゃないんですよ。丸暗記でいいものもあるんですね。そういった丸暗記でいい部分について語呂合わせで覚えた方が楽なものもあるんです。そういった部分については語呂合わせ集にまとめております。語呂合わせ覚えて使えるようになれば楽に問題を解けるようになりますんで、ぜひご活用ください。で続いて卓研合格勉強法のテキストです。これは過去に 29,800円で販売していた教材なんですね。でこれも今回個別指導を受講していただいた方にはもうセットでお送りさせていただきます。理解学習をどうやってやるのか、また勉強を進める中で壁にぶち当たることってよくあるんですよね。そういった時にこの勉強法のテキストを見ていただくといろんな解決法が載ってます。なのでそちらを見ていただくというのも一つですし、また24時間365日の質問し放題のサービスありますんで、メールでご相談いただいても構いません。どちらでも大丈夫です。まあ、この勉強法のテキストについては1回は読んでいただければなと思います。届いたら1回は読んでみてください。もう本当空いた時間で構いません。
一回読んでおくと、何か壁にぶち当たった時に、あ、そういやあそこに書いてあったなみたいな感じで思い出せますよね。でそうするとメールをしているよりもそちら見ていただいた方のが早いので、まあ、その方がいいんじゃないのかなと思います。で最後に数字のまとめ集ですね。期間だったり期限であったり罰則、こういった数字を覚えるのが苦手な方多いと思います。私も苦手です。いろんな分野で出てくるんですね。権利関係でも宅建業法でも法令上の制限でも出てきます。こういったものを全部まとめております。例えば2週間以内どういったものがあったっけって思った時に、これ調べていただければ2週間以内のものが箇条書きで列挙されています。分野をまたいで列挙しているので調べやすいと思います。ぜひご活用ください。宅建試験は年に1回しかない試験です。もし落ちてしまったらまた1年勉強しなければならない。ほんと辛いですよね。でも宅建試験は勉強の仕方を間違えなければ1回で合格できる資格です。だから今回お伝えをした理解学習を実践していただき、それを続けていただきたいんですね。それができればあなたは合格できます。ただ自分一人ではなかなか理解学習ができない、また予備校や通信講座使っても理解学習教えてくれないからなかなか合格できない、でも合格したい、就職したい、転職したい、給料上げたい、もしそう思っているのであれば私と一緒に勉強しませんか。今からであればあなたに次の試験で合格していただく自信はあります。お申し込みについてはこの下にリンク貼っておきますので、そちらからご確認ください。 YouTube ご覧いただいている方は概要欄にお申し込みのリンク貼っておきます。またホームページご覧いただいている方はこの動画の下にリンクあると思いますので、そちらの方からお申し込みください。次の試験で絶対宅建合格を勝ち取りましょう。あなたの受講をお待ちしております。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。